皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、田舎で見た変な奴の話をする、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。昔の話だし、普通に動物と見間違えたのかもしれない。オカルトってほどうまくできた話じゃないんだが、あれが何なのかわかる奴がいたら教えてほしい。小学校低学年の頃だったか、県内の車で1時間くらい離れたところにあるじいちゃん家に、年に何回か泊まりに行くことがあった。こっちはこっちでど田舎だし、じいちゃん家もど田舎。なんて言ったらいいのかな、こっちは平地なんだが、じいちゃん家はちょっと変わった地形だった。トンネル続きの山の中に、一本だけ車がビュンビュン通る大きな道があって、じいちゃん家は、そこを少し外れたところにあった。目の前には大きな池があって、後ろを向くと、すぐそこに山がある。池と山の間を、U の字みたいに道路が走ってて、U の底の部分にじいちゃん家があるんだ。民家は数軒あるんだが、どれも道沿いのふもとにあって、ある程度山を登ると、もう家も何も建ってない。そんな感じの田舎だった。3泊くらいする予定だったかな。最初の日は目の前の池で魚を釣りまくったり、ちょっと歩いて大きな道沿いの公園に行ったりした。じいちゃんは大の犬好きというか、犬方面に限りものすごくカリスマ性のある人で、山に住んでる野良犬たちのボス的存在だった。でかくて凶暴な野良犬も、じいちゃんが口笛を吹けば山から降りてきて、じいちゃんのいる前ではおとなしく撫でさせてくれた。多分当時7匹くらいはいたと思う。2日目になり、一人で外で遊んでたんだが、ものすごく暇だった。何にもやることがないし、庭のすぐ隣にある崖にも、登るなと言われているのでつまらない。庭が結構広いので、探検でもするかと木の棒を持って歩いていると、裏庭で朝じいちゃんに呼ばれて集合していた野良犬たちを見つけた。2匹いたんだが、1匹はいつもどこか狭いところに隠れたがるチビで、割と器用なやつ。2匹目は体がでかくてブチ模様の、多分じいちゃんを除けばボス格のやつだ。近づいていくと、チビの方はダッシュで物置に逃げたが、ブチは触らせてくれた。牙が見え隠れして怖かったが、なかなかどっしり構えてて、いいやつだなと思った。そうしてブチを撫でながらふと思いついたんだ。そういえばこいつらどこに住んでるんだろうなって。いつもじいちゃんに呼ばれたら山から降りてくるが、こいつらの家や寝てる姿は見たことなかった。どうせ暇だし、今日はそれを探しに行くかとか思っちゃったんだよ。ばあちゃんから山には行くなと言われていたが、そんなに強く言われていたわけでもないんで、ちょっと覗くならいいかと思ってた。でかくて強いブチがいるからイノシシが出ても余裕じゃね、とか、気が大きくなってたんだと思う。普段たまにしか行かない山へ続く道の方へ歩き出すと、ブチは後ろをついてきた。物置に隠れてたチビも、ビクビクしながらだいぶ後ろをついてきた。山へ続く道に出て、チビが追いついてくるのを待ちながら辺りを見渡した。初めてじっくり見たんだが、隣の家も見えるし、奥のじいさんの畑も道沿いにある。結構開けてて怖くないじゃんと思いながら、小石を固めたような細い坂を登っていった。右手には畑、左手には小川で、綺麗な田舎の風景だったと思う。じいちゃん家を見下ろせるくらいの高さまで、ぐいぐい登っていった。疲れが来るまで一気に駆け上がって、振り返ると、下の方に池とじいちゃん家が見えた。
プチを撫でながらまた遅れて歩いてるチビを待って、また登ろうとすると、急に、雰囲気が変わったというか、背筋がすっと寒くなった。今までは開けてたんだが、急に左右の気が高くなって、色もなんか黒々としてるんだよ。山の中って雰囲気が変わってるとこあるよね。可愛らしい感じだった小石の道も、ひび割れたコンクリートの舗装になってて、怖くなってきた。そもそも、麓にある民家より上には何もないはずなのに、コンクリート舗装されてるのがおかしいんだ。ひび割れてるから人がいなくなってしばらく経つんだろうが、これなら上には廃屋があるんじゃないかとひらめいたんだ。普段オカルト番組も見られないくらいビビりなのに。今回はせっかく来たんだしという思いと、学校でこれを話せばヒーローになれるんじゃねとか、ぬるい考えで進むことに決めた。この山に住んでる野良犬を2匹も連れてるんだし、大丈夫かと思って。ブチとチビの真ん中に立って進み始めると、ちょっと登った右手の奥にボロボロの屋根が見えた。よし、とりあえずあそこまで行こうと、ビクビクしながら進んでいったんだよ。ついてみると、壁が黒ずんでて、苔とツタの張ってる、いかにもな感じのボロい民家だった。幸い道沿いに窓がなかったから、そこまで怖くならなかったんだろうな。窓がついてたら誰かが覗いてるんじゃないかと焦って、即逃げたと思う。さすがに入り口を探して入りはしなかったが、随分古いから、これは大発見じゃないかと思って、えらくテンションが上がった。道は緩くカーブしていて先が見えないが、まだ続いているようなので、もうちょっと行こうと歩き出したんだ。この先で例の変なやつを見ることになる。今まではチラチラ振り返って、麓のじいちゃん家を見て安心してたんで、カーブの先に行くのには、さすがにちょっと戸惑った。しゃがんでブチに心の中で、進んでも大丈夫?と、話しかけてみちゃったりしたんだが、ブチはじーっと顔を見つめ返してきたんで大丈夫な気がした。ついでにブチの口の端っこを持ち上げたら、鋭い牙が見えて安心したんだ。チビが山に上がってから想像以上に歩くのが遅いので、ゆっくりカーブの道を曲がっていった。曲がってからの道は、心なしかさっきの道よりも明るくなってたので、ほっとしながら歩いていった。その時左手の方に分かれ道があって、奥に建物が見えることに気がついたんだ。もちろんその分かれ道の方に歩いていって、建物をよく見ると、壁がない、柱と屋根だけの建物だった。うまく伝えられないんだが、農具なんかを片付けておく、元から壁がない倉庫みたいな感じ。木の柱だか鉄筋だかは思い出せないが、結構広くて床は白っぽく、綺麗な印象だった。なぜか雰囲気的に豚小屋かなと、当時小学生の自分は思った。確か大きめの藁の束みたいなのがあちこちにあったんだと思う。なぜか小豚ちゃんが藁の陰に隠れてるような気がして、無意識的に屋根の下へ入っていこうとしてた。その時後ろから、キャンキャン、みたいに吠える声がしたんだ。チビとブチどっちが吠えたのかはわからないが、とっさに振り返ると、チビが元来た道へ走ろうとしていた。何に驚いているのかわからなくて、また建物の方へ向き直ると、さっきまで確実にいなかったのに、建物の奥に、なんか黒くて大きなのがいるんだよ。見た時すぐに、あ、あれだ、と、なぜか思った。そのあれが何なのか自分でもわからないが、動物というより、猿や人間みたいな感覚を、なんて言ったらいいかわからずに、あれと言い換えたんだと思う。書いてても、
何のことやらわけがわからないが、黒いのは熊とかイノシシという感じじゃなくて、なんか人間に蜘蛛の足が生えたみたいな、もさもさした感じだった。一瞬でそこまで覚えてるのも謎だけど、足か腕なのかわからないが、頭の上に一本細長いのが見えて、それがこっちに向かってくるような感覚がしたんだ。ダッシュで逃げた。コンクリートの坂道をダッシュで降りながら全力で逃げた。後ろを振り返っちゃダメだと感じて、だけど前を見るのも怖くて、うつむき具合に逃げた。ちょうど、ボロボロの民家の隣を通り過ぎるところだったから、その民家からまた黒いのが出てきそうで、全身が縮みそうだったんだ。下の方に池とじいちゃん家が見えた時、ほっと安心して、走りながら後ろを振り返ってしまった。なんで振り返るんだよと、心の中で突っ込んだが、幸い何もいなかった。斜め前を走ってるブチを追いかけながら、庭へと駆け込んでいった。この時はなぜか気づかなかったんだよ。気づいたら玄関の中へワープしてた。記憶が飛んでるだけだと思うが、すごい勢いで家の中に入ってきたことにばあちゃんが気づいて、台所から顔を覗かせながら、なんで犬を入れるんだ、と、怒鳴ってきた。横を見ると、ブチがこっちを見ていて、ここで気が抜けて玄関に座り込んだが、犬嫌いのばあちゃんが犬を外に出せと怒るので、いやいや立ち上がって玄関の扉に手をかけた。ここでやっと思い出したんだ。あれ？チビがいない。確か吠えて、真っ先に逃げ出したんだが、俺が逃げる時にそういえばチビを一回も見ていない。走るのが遅いから、先に逃げたという説は潰れるとして、全力で走ったんだから、チビを追い越してないとおかしい。しかも追い越したのなら、ふもと近くで振り返った時に、チビを後ろに見ていないとおかしい。よたよた帰ってきてるのかと思って、恐る恐る玄関を開けて庭を見たんだが、チビはどこにもいなかった。それからは探しに行く気にもなれず、ブチを外に出してからずっと部屋に閉じこもってた。テレビを見て風呂に入って、今日のことは忘れようと、今に敷いてもらった布団に入った。寝つく前、屋根の上や壁からどんどん音がして、庭に面した窓の光がぼんやり映ってる障子に黒い影が横切った気がしたんだが、多分気のせいだ。翌日母に迎えに来てもらって帰るまで、犬たちには一度も会わなかった。そういえばじいちゃんもいなかったから、山から降りてこなかったのかもしれない。それからはじいちゃん家に泊まりに行くこともなくなり、小学生の頃の話はそれでおしまい。後からばあちゃんに犬のことを聞くと、いやいや野良犬たちの住みかを教えてくれた。当時の自分は山に住んでいるんだと思っていたが、ブチたちは、夜は二軒隣のじいさん家の敷地で寝ているらしい。遠回しに、家の隣の道を上がったところのことを聞くと、あそこは犬でも行かないよと言っていた。チビがどうなったのかは今でもよくわからない。最近じいちゃん家をあの時ぶりに訪ねた時、じいちゃんにチビのことを聞いてみたが、そんな犬はいたかどうかわからないとのことだった。チビというのは自分がつけた名前で、じいちゃんは犬の名前を特に決めていなかったので、どの犬か伝えづらかっただけというのもあるが、久々に犬たちに会いに行ったら、みんな世代が変わっていて、知ってる犬は一匹もいなかった。ただ怖そうなのに意外とすんなり触らせてくれる一際でかい犬と、車の下でビクビクしてる犬がいたので、もしかしたらブチとチビの子孫なのかもしれない。犬たちは増えに増え、数は二桁に突入し、
保健所の人たちがたびたびやってくる上に、じいちゃんは犬関連だとすぐに切れるので、近所からも煙たがられて完全に変人扱いですが、とりあえず大きな被害はなく、みんな元気なようです。一のような経験した人って、あの場所は何のためにあって、誰のもので、どうして誰も住んでないのとか、詳しく聞かないんだよね。なんで？自分ならガンガン聞いちゃう。じいちゃんに会う機会がなかったってのもあるけど、聞いたら山に入ったことがバレるので、ビビって聞けずじまいでした。昔母には聞いたんですが、昔から下の方でしか暮らしてなかったからわからない。でもあそこは幽霊出るよ、とのことでした。ばあちゃんが来たら聞いてみようかな。終わり。